三国志第62話荘毛の巻馬盗人次の日陳慶はまた静かに病床に仰がしていたがつらつら険悪な施錠の動きを考えると勝敗にいる劉玄徳の位置は実に危険なものに思われてならなかった呂布は門前の虎だし。 演術は肛門の狼にも等しい。その二人に挟まれていては、いつかきっとそのいずれかに食われてしまうに決まっている。彼は心配のあまり、病床で筆を取って、一生をしたため、使いを立てて、呂布の手元へ上進した。その意見書には、こういう検索が書いてあった。 近頃老の聞くところにによると、演術は玉を手に入れ、実天使のをおかさんとしをかとているで際あなたとしてはご息女の腰入れをお見合わせになったのを幸いに急兵を発してまだ旅途にある死者の官員を絡め取り

構成の鋭みを上げて、同時に一台の体型を定める今を無なしくいしてはいけません。こういう機会は二度と参りますまい。あなた何を考え込んでいらっしゃるのですか。妻の元氏は両父の肩越しにそれを差しのぞいて、親景の意見書をともに読んでしまった。 いや、陳形の言うところも一理あるからどうしようかと思案していたのさ死にかけている病人の意見などに動かされてせっかくの両縁をあなたは破棄してしまうおつもりですか娘はどうしているね泣いておりますよかわいそうに弱ったなあ リョフはつぶやきながら、リシたちの詰めている正確の方へ出て行った。すると何事か、そこでリシたちが騒いでいた。自身に聞かせてみると、勝敗の流ビがどこからか続々と馬を買い込んでいると言っているのです。と告げた。リョフは大口開いて笑った。 武将が馬を買い入れるのはいざという時の心がけで何も目に角を立てて騒ぐこともあるまい。わしも寮馬を集めたいと思って先頃総賢以下の者どもを三島へ遣わしてあるが彼らももう帰ってくる自分だろう。それから三日目だった。三頭地方へ軍馬を求めに出張していた総賢と。 その他の他役人どもはまるで狐にでもつままれたような格好でぼんやり城中へ帰ってきた「軍馬はたくさん集めてきたか早速一物を五六頭引いてみせい」。両夫が言うと「申し訳ございません」と役人どもは彼の怒りを恐れながら頭をすりつけて答えた。 名馬三百匹を引いて一作や勝敗の境までかかりましたところ一段の強盗が現れてそのうち二百頭以上の一物ばかり奪い去ってしまいました我ら昨日も今日も必死になって後を探しましたが山賊どもも馬の群れも全く行方が分かりませんのでむなしく残りの馬だけ引いて ひとまず立ち返ってまいりました何強盗の一団に寮馬ばかり二百頭も奪われてしまったというのかリオフの額にはそういううちにもう青筋が立っていた「つぶしめ貴様たちは日頃何のために禄を食っているか」リフは声をあらげて 宗剣らの責任を正した。大事な軍馬を吸うた強盗に奪われましたと、のめのめと面をそろえて立ち返ってくる役人がどこにある強盗などを見かけたら即座に飯と取るのが何じら利たる者の職の分ではないかお怒りは重々ごもっとまでございまするが。と宗賢は、いかれる獅子王の前に、 ひれ伏ししたたまま言い訳した何分にもその強盗がただの野党や山賊などではございません。いずれも屈強な男ばかりで皆覆面しておりましたが、中にもひときわ背のすぐれた頭目などは、我々どもをまるで小児のごとくとって投げ、近寄ることもどうすることもできません。しかもその行動は、 恐ろしく迅速で規律正しく我々の乗馬を奪って飛び乗るのが早いかその盗目の号令一かに馬室の群れがムチをくわえ風のように逃げてしまったのですあまりに鮮やかなので不審に思ってないない調べてみますと我々の手には及ばなかったはずですその覆面の強盗どもは 実は勝敗の劉玄徳の儀亭帝彭というものとその部下たちでありました何それが帝彭だったと呂布の憤怒は勝敗の方へ向けられたしかしまだ多少疑って「確かか確かにそれに相違ないか」。 と念を押した決して偽りはありませんうーんりょうは歯を噛んで咳を突っ立ち俺の観忍は破れたと咆哮した城中の大将たちは直ちに呼び出されたりょうは立ったままでいたそして一度そこに立ちそろうと へ戦する。すぐさま勝敗へ押し寄せろ命を下すや否な彼も甲冑をつけて関賊場にまたがり軍勢を引いて勝敗の献上へ迫った驚いたのは玄徳である何故に理由がわからないしかし事態は急だ防がずにいられない 彼も兵を従えて場外へ進み出たそして大音を上げて「両将軍両将軍この帝はそも何事ですかゆえなく兵を動かしたものは近頃奇怪なことに思われますが保ざくな劉備両夫は姿を見せたこの恩知らせ 先にこのリオフが獲物の穂をいって危ないところを何時の一面を救ってやったのにそれに報いるに我が軍馬二百余党を長期に盗ませるとは何事だにせ君しめ何は強盗をギテとして罪を蓄える気かひどい侮辱である玄徳は顔色を変えたが身に覚えないことなのでぼ然。 口をつぐんでいった。するとチョは後ろから矛を下げて進み入れ、リュの前に立ちふさがって言い放った。シミタレめ、!200 匹ばかりの軍馬が何だあの馬を取り上げたのはかくいうチョだが我を刺して強盗とは聞き捨てならん俺が強盗なら何時はふんぞだ何 呂布も孫ついた世にさまざまな族もあるがまだフ族というのは聞いたこともない長妃の言葉はむちゃであるそうではないか何時は元来よるべなくこの助手へ頼ってきた竜宮の客にすぎぬ竜慶のおかげでいつの間にか助手場に居直ってしまい大衆らをしているのみか 国税もすべて横領し娘の嫁入り自宅といっては民の高潔を絞りこの天下多難の時に眷属そろって能もなく大嘘ばかり垂れているされば何時ごときものを国族というのももったいない紛族というのだわかったか両夫長飛の悪垂れが終わるか終わらないとっさだった 呂布は「さ」っと満面のひげも髪も逆立てて画漢のおぼこを振りかぶるやいな「ゲロとすさまじい怒りを見せて打ってかかった張妃は乗ったる馬をさお立ちにしてかわしながら「よいしょと!」と相手のそれた矛へ土星をかけてやった。 やゆされた寮父はいよいよ劣化のようになって「おぬれ!と」とさらに矛を持ち直し正しく馬車を向け直すと張妃も「さあおいで!」と一条八尺の矛を構えて巨のごとき眼を寮父に向けたこれは天下の遺憾と言ってもよかろう。張飛もリフも 東大いずれ大人の勇猛の典型であるけれど同じ鉄腕の持ち主でもその性格は甚ははだしく違っている張飛は徹底的に呂布という男が嫌いだった呂布を見ると何でもない日頃の場合でもムラムラと闘志を挑発させられる同様に呂布の方でも常々 長飛の顔を見るとヘドを催すような不快に襲われる核のごとく睨み合っている両郷が今や戦場という時とところを得て向かい合ったのであるからその戦闘の激烈であったことは言語に是している矛をかわすこと二百用号竜艦は馬灰にしたたり双方のわめきは雲にこだまするばかりだった しかもなお勝敗はつかず馬蹄のために辺りの土は掘り返り火はいつの間にかくれんとしている「超火超火なぜ引き上げぬか家計の命令になぜ従わん後ろの方で漢雨の声がした気が付いて彼が前後を見回すと「もう白母の戦場に残っているのは」 自分一人だけであった。そして敵兵の影を遠巻きに退路を包み草もやが白く矢を流れていた「おおか」チョウヒは答えながらなおも呂布と戦っていたがなるほど味方の陣地の方で遠く引き金が鳴り響いている「早く来い。 そんな敵は打ち捨てて引き上げろんうは彼のために遠巻きの敵の一角を切り崩していた彫妃もいささか慌てて「寮婦明日また来い」と言い捨てて駆け出した何か寮婦の罵る声が後ろで聞こえたがもう双方の姿もおぼろな夕闇となっていた 関羽は彼の姿を見ると駆け寄ってきて「家計がご立腹だぞ!」とささやいた献上へ引き上げてくると劉備はすぐ長飛を呼んできつもんした「またもその方は災いを引き起こしたな」「一体盗んだ馬はどこに置いてあるのか」「場外の前の境内に皆つないであります」 道ならぬ手段を持っていた馬を玄徳の馬屋につなぐことはできない漢雲その馬室をことごとく呂布へ送り返せ関羽はその晩二百余頭の馬室を全て呂布の陣へ送り返した呂布はそれで機嫌を直して兵を引こうとしたが鎮宮がそばからいさめた。 今もし玄徳を殺さなければ必ず後の災いです助州の人望は日に増してあなたを離れて彼の身に集まりましょうそう聞くと呂布は玄徳の道徳や善行がかえって恐ろしくも憎くもなった「そうだ人情は俺の弱点だ」。そのまま息もつかず 翌日にわたって攻め立てたのでしうううの献上はたた。ちちまち危うくなったどうしよう玄徳が左右に図ると孫権が言った「この上は是非もありません。いったん城を捨てて京都へ走り中央にある曹操へ頼んで時を伺い今日の敵を報じようではありませんか」。 元徳は彼の説に従ってその夜三光を絡めてから抜け出して月の白い道を腹心の者のとわずかな手勢だけで落ち延びていった。